おはようございます。コロナ対策天海社長でございます。寒かな。今日は昨日の方がですね、気温が低かったんですよ。今0度ぐらいですね。昨日はマイナス4度ぐらいも言ってましたけど、ただ今日の方が寒か。昨日はお日様が当たってたんですよね。今日はもう風はないやけど、なんか澄みきますなみたいな感じですね。はい、今日は1月の11日月曜日ですね。だいたい成人の日はってんがですね、静かでございます。だいたいですね、いつもあっちの弁当の平井さんがあるんですけど、やっぱ晴れ着着た人がこうちょっとお買い物とかしてる時はよく来られるんですけどですね、まあ、前はでも昔はほら、要はあったんですね、マジェスタとかクラウンとかに乗ったお兄ちゃんがさ、晴れ着のお姉ちゃん乗せてって、やっぱ良か時代だったよなみたいな、何を言ってるんだろうみたいなですね。やっぱ最近はあんまほら荒れたっちゃ話聞かんすもんね。向かい前はほら成人式で酒瓶持って暴れてたいの最近ないっすもんね。まあ、みんなコロナでおとなしくなったらすでしょうね。はい、まあ少々元気のいい方がやっぱいいんでしょうね。まあそれはともかくとしてですね、はい、今日もですね、夜の7時までナイター営業でございます。日曜日1月11日、ワンワンワンもですね頑張っていきますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい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 、今日散歩の今日は澄みきますね、澄みきますね。はい、1月の11日月曜日夜7時までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。はい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 、一応ですね、お仏壇お困りごと24時間電話受付 096-329-0224、一つよろしくお願い申し上げます。まあ、今晩言わんとですね。はい。じゃあ今日も一発です。頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。